昔の人の恋愛事情の癖が強いんじゃ。歴史サロンのマーです。今回は教科書では教えてくれない江戸時代の恋愛事情についてお話していきます。歴史と恋愛ってなんか関係あるって思うかもしれませんが、実は恋愛における駆け引きも文化史に含まれていたりするんです。色恋に関する作品って、それこそ平安時代なんかにも和歌なのでありますが、当然ですが今と感覚が違っていて面白いんですよ。そう考えたら、もしかしたら1000年後ぐらいにかぐや様は告らせたいが古典の教科書なんかに載って、昔の人たちってこんな駆け引きしてたのって思われているかもしれません。今回調べた中でも今では考えられないようなものがたくさんあってびっくりしました。今回は江戸時代の恋愛事情を話して、最後にそこから現代人の私たちが学べる教訓も話していきます。それでは早速やっていきましょう。1. 恋愛は自由だった。結構意外に思われるかもしれないんですけど、江戸時代って恋愛は自由だったと言われています。なんかイメージだと親同士が決めた相手としかそういうことできないって感じしますよね。実際はその辺の風習とは両立して恋愛が行われていたんじゃないかと言われています。確かによくよく考えてみれば、当時は田舎だと予売という風習が普通に存在してますよね。また江戸や大阪のように地方からやってきた人間が多く暮らす町だと、自分でそういう相手を見つけないとどうすることもできないという現実があったんですよ。以前に江戸時代でのナンパについてお話した動画を出したんですが、当時の恋愛はもう本当に奪い合いみたいなもんで、特に男性の比率が多かったから江戸はね大変だったんですよ。もし江戸時代の江戸に草食系男子なんてぶち込まれたら、まず間違いなく恋愛は無理だと言えます。じゃあ積極的な人間じゃないと結婚はできなかったのかというと、実はそうでもないんです。なぜかというと、当時の人たちは恋愛と結婚を分けて考えていたからなんです。結婚は決められるもの、恋愛は当時でも自由だったんですが、結婚となるとそうもいかなかったと言われています。結婚って家と家を結ぶためのものという考え方だったんです。いわゆる恋愛というのは結婚までの練習みたいなもので、だから弱いはあったってわけなんです。でもなんというか、特に男性は、まあ、一番風呂が好きじゃないですか。合体するとき相手から、実はこういうの初めてでなんて言われたらテンション上がりますよね。だからなんとなく昔はお互いが初めてというのが当たり前というイメージがあったんですが、実際は例えば田舎だと親同士が相手を決めていても、結婚するまでは自由恋愛で、さらに江戸のような大きな町だと勤め先の店主が縁談を持ってくるんで、草食系男子も結婚できちゃってたんです。こうすることで店と店のつながりが生まれましたし、優秀な部下に自分の娘と結婚させればお店も安泰なので、そういったビジネス的な意図もあったんです。こうして店や家を継続させていて、男は婿養子にも入っていたんです。これ今の時代だとあまり考えられないことですけど、例えば恋愛は苦手だけど結婚して人並みの人生を送りたいという人にとっては結構楽な制度だったんです。2. 媚薬で相手をメロメロに。エッチな漫画や動画で相手と合体するために媚薬を飲み物に混ぜるみたいなシーンありますよね。すると、あれ?なんだか体が熱いってなるやつです。実は江戸時代にもそういう媚薬みたいなものって存在したんです。まあ、これ本当に効いたのかと聞かれると、大体はまあ効かなかったみたいなんですが、中には実際に効果があったっぽいのもあるんです。代表的なのがお香と言われています。お香でいい香りの空間を作り出すことで、なんとなくそういった雰囲気になるわけです。実際においてすごく重要ですからね。例えば香水を軽くつけるだけでも清潔感はアップします。清潔感って見た目や匂い、話し方など総合点みたいなところがありますが、甘い匂いのお香を焚いておくことで相手にこれから合体するんだと印象付けることができたんですよ。私も昔学生時代、あの柔軟剤のダウニーの香りが好きすぎて、もうねダウニーの香りする女子みんな好きみたいな時期があったんですよ。もうあまりにも好きすぎて、家の柔軟剤もダウニーにしたら、母親からもダウニーの香りして、時はね複雑な気持ちになりました。話を戻します。イモリの黒焼き。他の媚薬として有名なのがイモリの黒焼きです。江戸時代にいわゆる媚薬や惚れ薬の効果があるとされていたのが、なんとこのイモリの黒焼きなんですよ。なぜイモリが媚薬として選ばれたのかというと、ある逸話があるからなんです。竹を一本用意して、イモリのオスとメスをそれぞれ両端に入れておきます。するとイモリのオスとメスが竹の節を食い破って交尾するって言われているんですよ。黒焼きにするイモリはこの時に使ったイモリが使用されるんです。やっと恋が実ったのに引き離された上に黒焼きにされるなんて、イモリからしたらもうたまったもんじゃないですよね。このイモリの黒焼きをどう使うかというと、例えば男性が使う場合は自分の体に粉々にしたオスのイモリの黒焼きを振りかけます。そしてどうにかして粉々にしたメスの黒焼きを相手に振りかけるんです。するとイモリのようにお互いを求め合うようになるってわけなんですよ。もうイモリの粉まみれってなんかちょっと気持ち悪いですよね。実際これ結構使いにくかったんじゃないかと言われているんです。というのも皆さんよく考えてみてください。自分の体に振りかけるの
のはまあ簡単ですよね。まあでもちょっと変な人ですよ、もうその時点で。でも相手の体に振りかけるのはどう考えても難しいんですよ。というかもういきなり謎の粉末をぶっかけられたら、これも完全に事件ですよね。こういったところからイモリの黒焼きは結構ハードルが高かったんじゃないかと言われているんです。3. 心中が多かった。江戸時代って恋愛が比較的自由で結婚もしやすかったって面があるんですけど、それゆえに問題もあったんです。それは心中が結構多かったんですよ。その理由の一つが恋愛と結婚は別だったという点なんです。つまり恋愛でどんなに愛し合う仲になったとしても、結婚して生涯を共に生きていくということができなかったんです。これ悲しいですよね。最初にも言ったように結婚って家と家を結ぶための契約という面が当時は強かったんで、俺には心に決めた人がいると言ってもバカ野郎、何言ってんだお前は、という価値観が当たり前だったんです。心中がブームに。さらに凄まじいのが、なんと江戸時代では心中がブームになっちゃったんです。とんでもない話ですけど、当時はそういった物語が歌舞伎や浄瑠璃でめちゃくちゃヒットしていたんです。有名なのが曽根崎心中です。醤油屋さんの手代と遊女の悲しい恋を描いた物語で、未来成仏、疑いなき恋の手元となりにけりという締めは結構有名で、当時の人々の心にも深く突き刺さったんです。この意味は恋に命をかけることがすべて、恋が成就しなければ死んで来世で添い遂げる、すると二人は成仏できるという意味なんです。当時は結婚と恋愛は別物なんで、これを自分たちと重ねるカップルが多かったんではないかと言われています。その結果心中が社会問題になるレベルで発生してしまうんです。そしてその事態を重く見た幕府は、まずこういう心中ものを禁止にします。今でも一部の表現を禁止すべきだっていう過激な人たちがいますが、江戸時代は表現を自由って考え方がまだないんで、幕府が簡単に禁止令が出せたんです。そして次に心中を禁止するという令を出すんです。いやいや、これから死ぬって言ってるやつに法律でどう縛るのって思うじゃないですか。これ結構きつくて、もしこれ仮に一人だけ生き残った場合は殺人の罪に問われます。そして二人とも生き残った場合は否認の身分に落とされたり、市民権が剥奪されたりした上に世間にさらされ、無事に心中が成功したとしても葬儀は禁止され、遺体が遺族の元に帰らず、遺体は試し切りに使われたりしたとも言われているんです。これはね、確かに心中なんてしようと思わなくなりますよね。江戸時代の恋愛事情から学べる教訓、今回は江戸時代の恋愛事情についてお話してきました。そこから学べるのは、型にはまりすぎないということです。当時は恋愛結婚という形が分かれていて、辛い思いをする人もたくさんいたんですが、今では恋愛から結婚というステップを踏むという形ですよね。実はそれで苦しんでる人も結構いるんです。今の時代そういう形から外れる生き方って全然ありだと思います。そう考えればいい時代なんですよ。恋愛は苦手だけど結婚したいっていう人は、その結婚を目的としている人と出会えるマッチングアプリだとか結婚相談所を利用するっていう手もありますし、独身がいいけど孤独死が辛いならルームシェアとか、そういった制度もたくさんあります。今の時代って視野をちょっとでも広げてみると、結構ね、いろんな選択肢があって、案外ね、自分に合った生き方が選べるんですよ。見る範囲や角度を少しでもいいんで変えてみましょう。そしたら今より楽になるかもしれません。私は YouTuber さんのためのオンラインサロンをしています。この歴史サロンというチャンネル以外も、学識サロンという登録者50万人超えの YouTube チャンネルを運営していて、そのサロンの方で YouTubeのノウハウを共有しています。 YouTube は本当に難しくて、最初は動画の作り方が全くわからない、作っても誰も見てくれない、こんなことが当たり前です。実際私も YouTube 始めた最初は同じように苦しみました。実は YouTube には明確なコツがあります。それに気づけないで運営していると、1年経っても登録者1000人達成できないことが本当に起こります。このサロンには私が2年以上かけて学んだ YouTube で成果を出すためのノウハウを全てさらけ出していて、登録者1000人達成した人がどんどん増えています。中には1ヶ月で達成という猛者も実際にいます。本気でね、 YouTube 頑張りたいという方のみお待ちしております。今日の名言、君が来いって言うから会いに来たよ。さよなら、さよなら、さよなら。